えー、子宮頸がん、二十歳から検診を受けていただきたい、まあえー。非常に特徴的ながんで、もう20代から増えると。これはあの他のがんに見られません。二、え、十、ー、歳から検診を受けていただく、えー、子宮頸がんについてはですね、本当にあのがんの中でも、えー、若い頃から備えていただく必要があります。えー、子宮はですね、 えー、まあ赤ちゃんが入る子宮体部とそして子宮の出口の部分子宮頸部で分かりますこの2つのがん子宮体,体がんと子宮頸がんは、まあ、事実上別ながんというふうに言えますそして、えー、子宮頸がんの場合には原因のほぼ100%が性交渉で感染する HPV ヒトパピローマウイルス、えー、このウイルスが原因と。 ということになりますそして、えー、今ですね子宮頸がんの若年化が進んでおりまして、えーまあ、最近はですね30代後半がピーク、えー、ということになりました。これは20代と30代の女性のがんだけを示しておりますが、えー、子宮頸がん乳がん 卵巣がん子宮体がんこれは20代から30代の女性のがんということですけれどもこの中で子宮頸がんだけがですね増えているというのが現状であります。今申し上げたようにヒトパピローマウイルスの感染これ性交渉に伴う感染これが原因のほぼ100%感染型のがんの代表であります。この HPV というウイルスですけれどもまな型タイプが存在しますその中でもですね16型18型この2つの型がですね非常に危険子宮頸がんの約7割がこの HPV の16型あるいは18型が原因とされています。 ただこのウイルスはですね実は極めて一般的な例えば性経験のある女性の8割がですね感染経験を持つウイルスでありまして男性から女性にそしてまた女性から男性にということです大事なのは16型18型その他にもがんの原因となる型はあるんですけれども えーまあ、この1618を、えーまあ、カバーしている、まあ、2価ワクチンですねさらに線形、えーまあ、コンジローマといって、まあ、一種のイボですけれどもこの原因となるような2つの方、まあ、この4つをカバーしているのが4価ワクチンこの2価と4価は今日本で定期接種の対象になっています。 で新たにですね今開発された新たに開発されたのが9価ワクチン、えーまあ、この1618以外の高リスク型のタイプもカバーしているというものであります2価のサーバリックスと4価のガーダシルこう2つのワクチンについてはですね今日本でも小学校6年生から高校1年生の女子生徒に対して 公費で受けられる定期接種の対象になっていますそしてこの先ほど申し上げた休暇ワクチンもですね来年度から定期接種化されるということが新聞報道されましたこれはスウェーデンのデータですけれどもこのワクチンを打っておくとですね子宮頸がんの発症のリスクが下がります。 えとりわけええ十七え十歳から十七歳の若い世代に打っておけばこれ日本の接種年齢に相当しますけれども八十八パーセントリスクが減少する、まあ、つまり約一割までリスクが下がるということが分かっています。小学六年生から予防できるがんがあるって知ってる？まあ小学校から。 小学校6年生から予防が可能な、極めてまれながんということになります。また、感染型のがんの代表ということになるんですね。こののの感染を防ぐためのもものが HPV ワクチンですです接種率はつ日本の接種率だけが、まあ、先進国の中で際立って低いということですね。 ワクチン接種を受けても二十歳から、まあ、子宮頸がん検診を受ける必要があるということであります。小学校6年生からできるがん予防ということになります。えー、ただ このワクチンの接種がですね、えー、ここのところ、まあ、約9年間にわたって、えーまあ、止まってしまってい、えー、ます、あ。大変残念な状況で、まあ、9年ぶりにこの4月からまた、えー、厚生労働省も接種のですね、えー、鑑賞を始めました、再開しました。まあ、積極的な鑑賞というのは、要は、要 対象年齢の女子女の子に対して受けてくださいという通知を出すということですね具体的にはまあただこの干渉がですね9年間止まったっていうのは大きな問題でこの間通知が来ていれば受けていたかもしれない方々に対してですね実はキャッチアップ接種 平成9年から17年、え25歳くらいまでの女性ですかね、えー、まあ大人になっても無料でキャッチアップ接種と言ってですね、あの受けることができる、今、えー、こんな制度もできています。えー、ただ申し上げたようにこのワクチンを注射したから大丈夫というわけではありませんで、まあ。 そうですね。え一割から三割はリスクは残ります。したがってこのワクチン確かに大変重要なワクあのワクチンですけれどもそれプラス子宮頸がん検診、えー、まあこれも必要だということですね。二段構えが必要でワクチンと検診二十歳から二年に二回やっていただきたいということです。で検診によって早期に見つければですね。 例えばステージ1の子宮頸がんの5年生存率は約93%です。ですので、まあ、検診で早期に見つければ、まあ、怖くないということになります。でこの HPV ワクチンと検診と両方を受けますと例えばえー HPV の、HPV ワクチンの接種率,接種率が85%まで上がり、かつ検診受診率が85%までいくと、ここになるわけですけれども、まあ、子宮頸がんの95%を防ぐことができるということになります。えー、ですので、これは欧米ではですね、あのまあ、過去のがんになりつつある。しかし、日本では むしろですね、まあ、増えています罹患数そして死亡数ともに増えているまあ、日本でもですね最近になってがんの死亡率低下傾向が見られていますがしかしその中で子宮経がんが唯一と言っていいと思いますが死亡率が上昇しているまあ、大変大きな問題だと思いますその原因としてやはり大きいのは ワクチンのの接種の停滞そして、えー、子宮頸がんの受診率の、まあ、低さ、えー、先進国の中で子宮頸がん検診の受診率日本は、まあ、最下位に甘んじっております、まあ、アメリカのお半分程度ということになりますしこれは年代別のがん検診受診率です。えーまあ、全体では44 の受診率でありますが20代前半20歳から25歳に限りますとたった15%繰り返しですが子宮頸がんの検診は20歳から受けていただきたいそして実は私どもとルナルナさんという生理に関係するような生理妊娠に関係するような 情報提供媒体の共同調査これは最近行ったものなんですけれども子宮頸がん検証を受けていない理由をですねこのルナルナのユーザーに聞いたところトップは検査に伴う苦痛に不安があるからこれまあ人によってはですね軽い痛みを感じるケースもあるようですけれどもまあこんなようにカーテン越しにですね えー、まあ医師があの細胞をこす、まあ、り取るということで、えー、まあ痛みほとんど痛みもないという女性も多いようですね、えー、大変もったいないというふうに思います、えーまあ、誤解もあるんだ、えー、誤解という点ではですね実は子宮頸がんの治療に関しても大きな誤解があります。えー、子宮経がんの多くははですね実は 放射線治療、まあ、抗がん剤を併用する場合もありますが、まあ、これで感知します。でそして、多くの子宮頸がんは、手術と放射線治療とで、まあ、治癒率が同じくらいになるんですね。で誤解として、放射線治療って、まあ、高額保険が効かない高額な治療。と、まあ、そういう、まあ、間違った理解もあるようなんですが、実は九十九パーセントで健康保険が効くということ。 そしてほとんどの放射線治療は通院で受けることができます、えー、先ほどのまあ私どもとルナルナさんとの共同調査の結果ですね放射線ではがんを根治できないとこれ間違いなんですけれども「完治できる」というふうに答えた、まあ、正しく答えた方は16%に過ぎません。 放射線治療を受けている間、まあえー、実はその部位が熱くなるなんてことも実はありませんで、えー、これは数,数百分の一度上がるかどうかっていう感じですしたがって実は何も感じません放射線で焼くという表現は誤りです先ほどのまあ保険が効くということに関してもですね、まあ、半数以上の方が間違っている。 まあ通院で治療が受けられることに関しても、正当率は六割程度ということで、まだまだ誤解があるということがわかります。子宮頸がんは、若い世代に多いピークは三十代です。そして、HPV ワクチン、そして子宮頸がん検診。この二つをきちっと受けることで、撲滅できるまあがんと言えます。しかし、日本では、このワクチンの接種。 また、えー、検診の受診率が非常に低い、えーまあ、治療についてもですね実はまあ欧米では放射線が主流になっていますが、えーまあ、例えばあ,ある程度進行した2期など欧米ではもう9割方放射線治療です日本ではまだまだ、えー、放射線よりも手術が行われている、まあ、この辺もまあかなり 偏ったまあ、ガラパゴスと言える状態かなというふうに思います子宮頸がんはあ防ぐことのできるがんです、えー、まあ、女性の皆さんあのぜひがん検診に行っていただきたいというふうに思います